ついんですよマジで。ちょっとの坂だけでも地獄っすからね。自分でもまだ登れないので、上げて。私は頸髄損傷という首の骨を折ってしまったことによって、その骨の中に入っている脊髄神経を損傷して、今では18歳で事故をしてから、今肩から下の運動神経、指も動かない、足もほとんど動かない、でさらに感覚、熱い冷たい痛い痒いっていう感覚もない、でさらに言うとお手洗いの感覚も難しい、小の方も大の方も。大は薬を使わないと排便できないし、小に関してはなんですけど我慢がちょっと弱いんですよ。みんな我慢してトイレ我慢しようと、でもその我慢が限界になった時にすぐに車椅子のトイレがあるかって言ったらないんですよ。なので自分はカテーテルっていうのを使って、この自分の性器の部分からカテーテルを通して、実はこのここの部分に尿を溜めてるんです。これで 1.5 リットルぐらい溜めれるので、逆に言うと飛行機とか乗るときとかに毎回毎回そのトイレに行かなくてもいいので、まあ便利といえば便利なので、まあそのものは使いようだなっていうのは僕の中では思ってますけどね。階段、凸凹道、急な坂道などは手伝ってもらわないとそこを乗り越えることができないっていうような状態で今旅をしています。はい、そしてそれらを得た知見をもとに、大手の旅行会社様、HIS 様をはじめ、あとは全国の観光協会などとも連携をして、ユニバーサルツーリズム、誰もが楽しめる観光っていうところを推進していく、促進できるように今活動を行っています。最初はその車椅子当事者が旅しやすくなる世界とかっていうのを考えてたんですけど、ずっと旅のプランとか。でも、もうちょっと幅を広げたいなって思ってて、というのが、そのやっぱり小学生とか中学生とかがこの話を聞いた時に、もうすでに車椅子ユーザーが生きてるっていう視野を持ってくれてるんですよね。でこのなんかキラキラ感をもうちょっと何か活かせないかなって思った時に、今リハビリの学校とかで非常勤講師だったりとか、もう小学生から大学生まで講演を回ってるんですけど、あの旅授業っていうのをやっていて、車椅子ユーザーが自分たちの地元の街で旅行するんだったらどこに行けるかな、自分たちの近くのお店屋さんって車椅子入れるかな、ツアーを1日パッケージ作ってよって言った時に、リアルに車椅子ユーザーが僕の街を歩くんだったらどこがいいんだろうっていうのを見た時に、彼らの見える世界が車椅子モードの視線で視界で見えるようになるので、あ、ここって大変なんだな、ここ多分車椅子入れないだろうな、魅力は入れないだろうなっていう思いを持ったまま彼らが大人になっていって、いざじゃあ20年後お店を開きます、そうした時にその思いがちょっとの頭に残ってて、いつか魅力みたいな人が来るかもしれないから、おしゃれな外装もいいけれども、その端っこにでもスロープを置いてくれたらいいなっていうような、なんか未来に投資するような旅はメインなんだけれども、旅かける教育っていうようなところでこれから軸を置いて活動していきたいなっていうふうに思ってますね。見える世界を変えるっていう。事故をして確か2週間後か3週間後ぐらいに、もうそのお医者さん、すごい偉いお医者さんの部屋に通されて、家族全員横並びになって、でレントゲンの写真見ながら、あなたの障害はこういう障害で、今の医療技術では申し訳ないけれども完治することはもうほぼ難しいでしょうって言われた時に、家族はもう横で大泣きしてるんですけど、僕は平然と、あ、はい、わかりましたって言ったんです。なんでかっていうと、実はあんまり運動神経が良くなかったんですよ。手も足も動かない車椅子、これなんか大義名分というか、普通にあスポーツやらないで済むやとかって思ってて、で言うのがでも一発目に思い浮かぶぐらい、実は現実逃避してたんじゃないかな、今だったら思います。リハビリが続けば続くほど顕著にもうこれ以上良くならないんだなと思った瞬間が、おそらく障害を初めて自分にこう真に受けた時というか、あ、俺もう車椅子の生活になるんだって初めて感じた時に、看護師さんとかリハビリの先生に、歩けなくなったら死んでやるからって真顔で言って、そこからもう毎日夜になると病院の階段の目の前まで行って、はあ、今日この階段降りたらもう死ねるかなっ
ていうのを何日も続きましたね。その伊東市で出会った同じ病室の同じ車椅子の同じ障害のおじさんに出会って、その人のおかげで外に出れるようになったっていうのがあったんですね。僕が入院した時にとってつもなく甘ったれだったんですよ。でそれを見てたそのおっちゃんが、お前甘ったれてんなって、その一言でカチンときて、それと多分図星だからカチンときて、一発目にこうハッてこの世界が変わった瞬間が、お前年末どうやって家帰るんだって、静岡の伊東市から、茨城県の日立市っていう実家のあるところまで親が迎えに来ますよ車で、お前片道5時間はかかるだろうかって、電車で帰れよ、電車と車椅子でまず駅までどうやって行くんだ、こんな山奥の病院なのでどうやってここ降りるんだよ、電車ってどうやって乗るんよ、あんな幅があって乗れないだろうって思ってたんですけど、いや無理っすよって言ったら、周りの人たちみんな車椅子なんだから聞いてみりゃいいだろうか、あえてその人は言わずに周りの人たちに聞いてみろ、わかりました言って電車に乗って、意外といけると、日本の電車のシステムは駅員さんが全て手伝ってくれて電車に乗れる。でその知った時に親に連絡したんです。あのなんかお迎えいらないわって、で、行ってみたら、駅まで行ってみたら駅員さんがすごいやってくれて、ついてスロープ出してくれて、よっしゃ降ります、降りたその先に親がいるんです。ただいまって言ったら、親が涙流して喜んでた。そのタイミングが何か僕の中で、自分が何かチャレンジをした時に誰かが喜んでくれてっていう、その経験言葉にできなかったんですけど、何かが変わった瞬間、一発目はそれだったかもしれないですね。私は沖縄から、はい、やってきました。まあ宇田の美穂さんも知ってて、いろんなところに、まあ、行っていろんな人と、なんかね、あの人とつなげるようなね仕事されてるのがすごく魅力的で、やっぱそれ聞くとね、やっぱどうしても行きたくなるなと、うん、とってもいいお話だったと思います。車椅子になったら最近なんですけど、その後は全然行ったことなくて、なんでちょっとこれから少しずつチャレンジしていけたらいいのかななんていうのも思ってます。でも良かったです。まあ、ありがとう。意外になんか海外で結構あのバリアフリーだったりとか、なんか路面っていったところも日本でもやっぱ数多くあるので、そこってすごいなんかこれからどうしていくのかなっていうのも、やっぱ私たち他人事ではないなって、はい、あの一人暮らしが始まって、練馬の石神井公園という駅で西武池袋線が走ってて、すっごい満員電車なんですよ。で、その満員電車で車椅子で乗ろうとすると、とてつもない空気になるんですよ。で、女子高生が僕の後ろにいて、この車椅子の手押しの部分、腰かなんかに当たってて、いってえなこいつ、なんだよこの野郎、邪魔だなって言われて、もうドキーってなって、でも僕は前向いてるから、女子高生後ろにいるので顔も見えないんですよ。だけどうわー苦しい、誰も何も言わない電車の車内、退院するまでは190センチで肩で風切って歩いてて、こんなやつだのが、俺こんな扱いされるためにこれから生きていかないといけないのかって、そこで精神的なダメージを受けて半年間引きこもるんです。だけどその半年間の引きこもり生活を救ってくれた人がいて、スーパーに買い物に行った時に高いところに物があったんですよ、一番欲しいものが。どうしようって迷ってる時に、後ろからぬって手が伸びてきて、僕の目の前にその商品をあげて、あって後ろ向いたら、何でもないおばちゃんがいるんですよ。顔ももう覚えてないようなおばちゃんが、あんたこれ欲しいのって、あ、はいってポイって買い物カゴに入れて、なんかあったらいいなねって言って去っていったんですよ。そのなんかあったらいいなねっていう言葉を聞いただけで、全てのなんかこの汚れみたいなのが落ちた気がして、いい人もいるんだって言って、少しずつ表に出るようになって、車椅子のバスケとかも参加するようになって、でそのバスケの仲間が、俺のとこ今会社仕事取ってるぜ、お前もやるかって、あ、じゃあやらせてくださいって言って会社員生活が始まりました。1社目のその会社員になってから3年目になった時に、同僚から
美容君夏休みどうすんの次、あ、何も予定ないですね。美容君なんか海外とか行ってみたら、さすがに無理っすよ、英語だと高校1年で中退してるし喋れないし、海外のバリアフリーなんかどうなってるかもわからないし、そもそもなんか外国人なんか怖いしっていうような、まあ偏見の塊で、いや無理ですね。ハワイだったらバリアフリーって聞くし日本語も通じるぜ。ハワイか。この今までの経験上やったことないけどでも言ってくれてるってことはっていうのがなんかこう僕の中でルールになってて、ハワイ行ってみるかって言って会社の帰り道にショッピングモールに行って、大手の旅行代理店さんに顔を出して車椅子でハワイ行けますかって言ったら、全然行けますよ、お願いしますで予約して、速攻でパスポート取りに行って、初海外ハワイは夢の国だなって思いました。なんでかっていうと、到着しました、ホテルに到着しました、ああまあこんなもんか、外に出てみたら親と、バスは一人でどこにでも乗れる、お店に段差がない、段差があるところには必ずスロープがついている、階段があるところの隣にはリフトがついている、あれどこにでも入れるなって。僕はとっても良かったなと思ったのが、一番最初に海外に行って海外を好きになった理由っていうのがあるんです。それは一軒のバーに入った時に目の前に座ってきたやからみたいなお兄ちゃんが、お前なんで車椅子乗ってんだよって一言目に言ってきた。みんなだったら言えるかなって、目の前に車椅子の人が来て、車椅子なんで乗ってるんですかって、ちょっとうんってなるようなね、気まずい雰囲気になるかもしれないけども、あのほとんどの人が聞いてくれました。障害者であること忘れたんです。でもそれは半分嘘で、だって朝起きたらよいしょって起き上がらないといけないし、手も動かないからこんなボタン止めるのに何分もかかるしっていう、障害者っていうこのフィジカルの問題は変わらないんだけれども、でもその車椅子だから世の中まで厳しいよねっていうのが一切なかった。車椅子で何でもできるし、助けてって言ったら助けてくれるし、むしろ声をかけてくれるしっていう、その環境があまりにも衝撃的で、申し訳ないんですけど帰国してからすぐに会社辞めます、もうちょっと海外行ってみたいですっていうのが僕の海外一発目の初めての思い出でした。辞めてからはまずハワイの本土、あのアメリカの本土に行ってみようって言って、アメリカのロサンゼルスに行って1ヶ月半ハワイと何ら変わらない、観光地だから行けてたんじゃない、本土も全然行けてる。でその後に、じゃ他の国だったらどうや、もっと長期で暮らしてみよう、アメリカは1ヶ月間ぐらいだったんですけど、オーストラリアは半年ぐらい、オーストラリアも行けた、すごい楽しかった。やっぱ海外は車椅子とかもいろんな人でも優しいところなんだっていう、まあ、自分の中で、まあ、ゴールっていうのをこう経験して、また日本で会社員生活が始まります。でまた3年ぐらい働いた時に少し、まあ、自分の中でギャップを感じるところがあって、なんか前の会社は車椅子ユーザーの人とかもたくさんいたんですけど、今回は車椅子僕一人で、他は全員、まあ、エリートなサラリーマンがいて、その中で僕があまりにも出来が悪かったんですね。すごい格差を感じるようになってきて、いつもできないな、できないなって思うようになって、だんだんとそれがこうストレスが爆発するようになってきて、これはもう根本的な解決をしないとダメだ、この環境から僕は逃げ出さないとダメだ、僕は一歩踏み出さないとダメだって思って、じゃあどうしよう、何やるってずっと対話を自分の中でしてたんですけど、何も思い浮かばないんですよ未来が。じゃあもういいやと、未来は考えずに過去の中で一番楽しかったことをやろうと、まあ、それでそれをやったらその後のことはもうどうでもいいやと。で過去の中で一番楽しかったのは旅、自分の中で毎日同じルーティンの生活ではなくて、想像のできる未来じゃなくて、次の1ページ開いたら何が待ってるんだろうっていうような、その旅をもう一回ちょっと今度は大規模にやってみよう、で世界一周っていうのを思いついたんですね。その世界一周もなんかまた旅で会社辞めんのかよっていうようなレベルではなくて、もう車椅子、手も足も不自由な僕が介助者つけずに一人旅で、その一人旅をする中でも、この人は車椅子で一人で行って、その人が書く旅行記って多分リアルだな、介助者がなんかすごいパワフルで僕たちここで二人でどこでも行けましただと、
見てる人は、あ、この人介助者いるから行けたんじゃん、違うと、こんなでも足も不自由なやつがこんなとこまで行けたっていうのをリアルに書くことによって、よっしゃ俺も行けるかもっていう一歩につながってもらいたいっていうので、まあ、ハッシュタグ誰かの一歩につながる旅っていうので世界一周に、まあ、思い浮かんだ感じですかね。未来のことなんか全く想像してなかったですけど、勝手に車椅子トラベラーっていう仕事みたいなのが勝手に始まってた感じはありましたかね。まずは人前で話すことから。気軽に旅しようって今回ここに来てくれたのも、ごめんなさい足元の悪い中で旅屋町からねここまで来るだけでももう十分な冒険だったと思う。僕は10年前だったら多分それ嫌だったんですよ。駅まで行って帰るパターンもあったんですよ。でもここまで来れたし、そして自分が今いるこの環境から少しだけ挑戦して大きな旅を続けていった時に振り返ってみたら、実は自分の歩いてきた道っていうのはすごく果てしなく長い険しい道を越えてきた自分っていうところに自信を持てると思うんです。旅をしようと、外出しようぜっていうところから、今回は僕の中でのまとめとさせていただきました。はい、いかがでしょうか。